こんにちは。ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日は、モロベイというキャンプ場に行ってきたその2というお話です。モロベイのキャンプ場からビッグサーという絶景ポイントに行く予定でした。ところが道路の閉鎖で行くことができませんでした。行けるところまでね、行ってみようということで、車を走らせてみました。まずですね、向かったところはウィリアム・ランドフ・ハースト・メモリー・ステート・ビーチというところです。でここはね、よく来るところなんですが、クジラがね、見える素晴らしい場所で、よくここでね、お昼を食べながらクジラがジャンプするのをね、ずいぶん前見ていたことがあるんですけど、最近ねこの1、2年ちょっとクジラに会えてないんですよね。どうもね、気候変動の問題かもしれませんけどね、なんかちょっとクジラに会えてないという感じです。さてここはね、そこのメモリアルステートビーチの、これはピアって言いますね。桟橋とは言わないのかな。湾の中までね、こう突き出ている場所、ここにね、行って、そうですね、よく見るのはイルカとかは普通に見られるんですよね。でね、かなり昔はここに大きなクジラがね入り込んでザバーンってやっていたなんていうことがあったようです。で、ね、最近ちょっとここ 1、2年見れてないのはちょっと残念ですね。まあね、非常にクジラに会える確率が高いので、必ずこっち来た時はね、ここにね寄っています。まあね、ちょうどこの向こう側にもビスタポイントっていうところがあって、そこで車を止めて海を見るなんてことをしています。ここにはですね、コスタルディスカバリーセンターっていうのがありまして、その前にいろいろねクジラがどういうふうにいるのかとか、昔どうだったことかね、そんなような説明がねここに書かれていました。まあね、こんな風にさっきのところからね、下にクジラがねいるなんてことが昔はあったようですね。なんですかね、残念ながら今はないのかなと。さてこちらはね、コスタルディスカバリーセンターというところです。まあいろんなね、資料館というほどなのかな、まああるんですが、やはりこれもね COVID-19 の問題だと思うんですが、まあ、閉鎖になってますね。非常に綺麗なペインティング の場所で、中がどんなのなのかなってちょっとまだ見たことはないです。まあね、非常にいい場所です。さて次はね、このメモリアルステートビーチからですね、エレファントシールビスタポイント、そちらにね向かっていこうと思います。これね、エレファントシールってこれゾウアザラシですね。ゾウアザラシが見れる場所がある。まあここもねよく行く場所なんですが、そこへねこれから行ってみようと思います。これが、まあ、1号線、PCH っていうんですけど、パシフィックハイウェイということでね、パシフィックコーストハイウェイ、そこに、駐車場がありまして、そちらに入ってすぐもうですね、このすぐ下の、浜でですね、このアザラシがねすごい数いるんですよ。もうびっくりするほどですけどね。そんなね、ここは素晴らしいね、
あのエレファントシールビスタポイントという場所です。入り口にね、こうやってあのゾウアザラシの、まあ、写真がドーンとあるんですが、そしてすぐこの横ですね、このちょうど海岸浜ですね、まあ、そんな広い浜じゃないんですが、そこにね、ゾウアザラシがいるということなんですが、これですね、ゾウアザラシ。今ね、ここからちょっと見ていただくと、この下にちょっとね、ゾウアザラシがいるはずなんですよ。で、見てみるとですね、あのゾウアザラシじゃなくてアザラシですね、これはね。でね、しかもね、昼間はどうも寝ているみたいですね。こうやってね、なんかもうゴロ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 、仲間とくっついて、昼寝をしてるのか、でもこれ夜行性なのかな、ここでね、じっとしてただ寝ているだけ、たまにいびきなのか分かんないんですけど、ちょっとゴーゴーと言いながら、いますね。で、今の時期、どうも、毛の生え変わり時期というんですかね、毛というか皮ですかね。で、ちょうど生え変わりだったんでね、あんまり綺麗じゃないですね。まあ、ちょっとね、すごい感じにはなってるんですよ。まあ、そんなね、素晴らしい場所です。で、そこからですね、PCH を通りまして、今度はね、マクウェイホールズっていうね、滝のあるところへ行こうと思ってみたらですね、なんとですね、道路が閉鎖されていて、迂回をしろってことになっちゃったんですよ。で、まあ、これ迂回するとね、101っていう、フリーウェイに乗っていかなくちゃいけないんですけれども、このPCHをね、北上すればそんなに遠いとこじゃなかったんですが、結局300キロもかかると。で、往復600キロですからね、もう東京から名古屋以上行っちゃいますので、ね、ちょっとこれは、まあ、大変だということで、これはね、諦めました。それからもう一つ行きたかったのが、フェイファービーチですね。ここもね、いい絶景ポイントなんですよ。これもね、ちょっと行きたかったんですが、同じくね、同じ場所で、道が閉鎖ということで行くことができないということが分かりました。で、調べてみたらね、まあ、大雨で土砂崩れがあって、まあ、復旧が、まあ、できないということで通れないということらしいんですけど、その復旧予定日っていうのはね、2027年って言ってるんですよ。もう全然これダメですねってことで、まあ、ちょっとね、モントレー側から行くことはできるかと思うんでね、そういうとこじゃないとダメなのかなと、ちょっと残念ですね。それから3つ目にね、ビックスビーキャニオンブリッジっていう綺麗な橋があるんですよね。まあ、いろんな宣伝とかね、いろんな YouTuber の方もここよく写真を撮られてると思うんですがね、そこ行きたかったんですが、まあそうですね、ここはね、6年前に私も来ているんですけど、まあそれから考えるとまた何年か道が通れないんでね、遠回りしないといけないという、まあ、とんだアクシデントでした。まあ、それにしてもね、非常にいい場所です。私の、まあ、非常に好きな場所ですね。それではまた。ティナ&ティム、アメリカ暮らしでした。